それでいいのかい。私にはわからぬ。串立ちをなすためには苦労したのか、あの方、そのいずれかに死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつをかもしれない。だって少女、これを渡せばあの人死んだしない。狼殿、いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりません。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私は見たのです、あの日、床桜の木の下で巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた不死はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。私は九郎様をどの道も行き止まりなのです。何を隠している。それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。狼殿、ではまた。平田屋敷、存外にたやすかったな。苦労の手引きもなかなかのものではないか。おりゃつかねえな。あのじじいはどうにもうるさんくせえや。まあ、ありゃ外道、土下道だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。で俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえぞ。
で拾った飢えた狼がよもやここまでになるとはな。父上、まこと惜しい。だが切るぞ。